こちらのお宅ですね。早速行ってみましょう。中京テレビのあなたの真ん中取材班に気になるので調べてほしいものがあると投稿してくれた佐々木さん一家。去年買ったジャガイモがそれが残って春先に捨てようと思って蓋開けたら芽が出てたから植え直して、ある日見に行ったらなんかミニトマトみたいなのがなってるけど何あれ。植えたジャガイモは5月上旬から花が咲き始め、その後トマトのような謎の実がなったといいます。この投稿に我こそはと手を挙げたのは田村アナ。実は僕大学園芸学部というところで農業の勉強してたんですよ。でなんなら専攻トマトだったんですよ。はい、ぴったり。大学でトマトの成熟に関する研究をしていた田村アナ、これは謎の解明に期待が持てそう。実際にジャガイモを見せてもらうことに。あ、これうわ本当だ、確かにこれはトマトだ。なんとトマトにそっくり。しかし通常のミニトマトと比べてみると葉っぱの形が違います。さらにその根元を見てみると確かにジャガイモが育っていました。ジャガイモからトマトです。ジャガトマトです。ジャガトマト、ジャガトマトですか。いやちょっと僕も初めて聞きましたよ。ジャガトマト。ジャガイモからなった謎の実、名付けてジャガトマト。赤くなるのかな。実際に中はどうなっているのか収穫し見せてもらうことに。お願いします。結構硬いですね。硬い、はい。お父さんどうですか、この断面見て初めて見ますね。初めて。けどトマトっぽいよね。トマトっぽい。中には種もあり、調べれば調べるほどトマトに見えてきます。ジャガトマトの観察が日課だという佐々木さん一家に対し田村アナの予想は。トマトってナス科の植物なんですけど、ジャガイモも同じ仲間の植物なので、ジャガイモだけど似たような実なのかなとも思ったんですけど。田村アナはジャガイモの実と予想。ちなみにお父さんの高志さんは、新しい品種でもできたのか。新発見。ジャガトマト、ジャガトマトで商品化して一つのブランド作ってさ。夢はいっぱいあった方がいいもんね。確かに。お父さんの夢は実現するのでしょうか。一緒に専門家に聞いてみることに。この実は一体何なんでしょうか。ズバリジャガイモの実でございます。はい、ジャガイモの果実ですね。はい、へえ、ジャガイモ。先生によると、新種ではなく、さまざまな条件が重なったことで実ったジャガイモの実だと言います。今ここで佐々木さんのお父さんの夢が破れてしまったわけです。確かに。お父さんいかがですか。残念ですね。田村アナの予想通り、トマトとジャガイモは同じナス科で、その中でも遺伝子学的に割と近縁であるため似たような実がなることがあるといいます。ここでお父さんもう一つの野望が。どっかで食べたろうかなと思ったんだけどちょっと勇気がないもので。残念ながらあまり食べない方が、そうなんだ。ジャガイモの芽とか可愛いね、ソラニンという、ね、ちょっと毒性のある物質があるっていう話を、多分聞かれたことがあると思うんですけど、毒があるため食べることもできないそう。夢破れたお父さんですが諦めきれず。もう一つを考えて、環境用のトマトみたいだと実はジャガイモだよって。そうですね、私のネタもできるから、また楽しみにジャガイモを育てたいなと思ってます。ありがとうございます。